よいしょー。今日の夜ご飯、今日はこの辛ラーメンをアレンジして作ってみた。で、まあ辛ラーメンは韓国の料理やし、こちらのチャミスルを飲んでいこうと思う。このチャミスルはあのチャミスルフレッシュって言って味がついてないやつやねんけど、私は最近これをカットコッといくのがハマってます。ということで飲もう。はい、ということで乾杯。はい、いただきます。お腹すいた。あ、ちょっとチーズ固まってきたかな。チーズと卵を入れてみた。うん、うまっ。卵は大切に食べたいからさ、いっちゃおっか。うん、うまっ。やっぱチーズと相性最高やな。うん、食べな。チーズがな、ちょっと固まってくるな。でもいい感じにチーズが絡んでるわ。うん、うまっ。ちなみにやねんけど、今日あのミーティングとかまあいろいろやることがすごい多くて、食べる時間2時26分やばない？ 2 時26分やねんけど。辛ラーメンさ、私思うんやけど、辛ラーメンの袋のタイプやとあれ結構辛み感じるけど、カップの方やとあんまり辛みなくない？これゆで卵じゃなくてさ、普通の卵を溶き卵とかを入れても絶対うまいよな。チーズと卵って最強やん。うん、やっぱチャミスル甘くてめっちゃ飲みやすいな。あ、相性いいな。やばい、ちょっと待って、うますぎる、どうしよう。え、めっちゃ飛んでるやん。マジで？よかった。さっき白の服着てて、さすがにこの赤いのついたらまた取るのめんどくさくなるの嫌やなと思って着替えてんやん。よかった、部屋着にしといて。うん、まあ、なんか私が聞いた情報では韓国の辛ラーメンと日本の辛ラーメンってやっぱなんか辛さとか結構違うっていうのは聞いた。うん、まあ前までチャミスルは結構マスカットとか桃とかがめっちゃ好きで、味付けがめっちゃ好きやってんけど、最近はこのノーマルを買ってもうコっていっちゃってる絶対思ったよな、頭の中でいっちゃってるって。うん、今韓国ドラマの私の ID は韓国美人、カンナム美人や。私の ID はカンナム美人っていうドラマを見てんねんけど、
あのアストロのチャ・ウヌ君がもう本当にかっこいい。もともと私アストロのグループがすごい好きで、え、絶対飛んだやん。アストロのグループがすごい好きで、でいろんなね歌を聴いたりとか、まあ、ダンス覚えたりとかよくしてて、でそのチャ・ウヌ君が出てるねドラマやねんけど、めちゃめちゃ面白い。なんか韓国ドラマってさ面白いよな。なんか日本のドラマと違ってまた違うなんか濃密な楽しさみたいな。あ、みんな気づいた？後ろネイビーに変えた。可愛いなと思ってこっちにネイビーにした。そろそろヘアアレンジしたくなんねんな。私1ヶ月に1回ぐらいヘアアレンジがめちゃめちゃしたくなんねん。ヘアアレンジ、ヘアじゃなくてヘアアレンジ、ヘアな、ルームアレンジがめちゃめちゃしたくなって、なんか配置とか急に変えたくなんねんな。わかるかな。それで昔あの実家でロフトベッドを急に買って、でお母さんにバレへんようにロフトベッドをガレージで組み立ててたら、そのガレージで組み立ててる時にお母さんがやってきて怒られたっていうのがほんまに思い出部屋ってさずっと同じやったらめっちゃ飽きてこうへん？なんかこの光景めっちゃ見たみたいな感覚になるから、なんかすぐアレンジしたくなっちゃうねんな。だからなんか背景とかもちょっと変えたいなって思ってんねんけど、なんかいいアレンジの仕方とかあればぜひ教えてほしい。この中に米入れたら絶対うまい。ラーメンはこの汁さえ飲まへんかったら太らへんって聞いたけど、それほんまなん？でもラーメン自体さ粉もんやからさ結局太んじゃん。最後の一杯いただきます。あーうまっ。あとちょっと残ってるけど、これは冷蔵庫に入れてまた明日のを。いやーうまかったな。こういう料理ほんまええ。あ、辛いわちょっとだけ。最近辛い料理食べてないからちょっと辛いな。ということでおやすみ。辛っ。